チョコクリスプすっごい食べたい。次のお店にいっぱいありますように。はい、どうもこんにちは。今回ね、またライフイズストレンジ2をね、やっていこうかなと思います。前回はこの弟くんのね、超能力が明らかになって、ちょっと暴発しちゃってさなんかいちいちと長くなっちゃうから、ザクッと言うと、暴発しちゃって、なんかもう俺らが あのカモを犯人扱いされて、この町にはいられないということで、今まで住んでいた町を出て、今新しいとこを探してるみたいなとこだな、言ったら。で、そこが始まったばっかで、で、前回の終わりになんかこう、明らかに怪しい場所見つけたから、さあ行こうかなってところでやっていこうか。話し合う。秘境へようこそってか。どうも。あ、言うわ、ひよ。結構広いじゃん、ここ。ここ広いじゃんってか、ここがゴールじゃない。ここがゴールじゃないかも、これもはや。なあ。ゴールだろ、これ。もうこれ以上地図書いてないもんな。これはポスター話し合う、何これ。この辺にクマはいないよ。ああ、なるほどね。子供、やっぱね、焦らしちゃいかないからね、弟。俺たちがいる間は何もなきゃいいけど。でもなんか割と弟なんか、若干、あれなんだよな。大人なんだよな。とりあえず地図から行こうや。現在地はと。いいぞ、近くに川がある。川、うん、泳ぎに行くの？バカ野郎。んなわけねえだろ。ガリガリが寒すぎるよ。川近いか、それ。結構遠くないか、普通に。なあ地図の縮尺わかんねえけど、結構遠くないか。はあ、あの車は無事だったのか。持ち主が追いかけてきたらハンターかもよ。ハンターは大きい獲物しか襲わないよ。とだ、車が襲われてます的な、あれだな。なんか、絵が、デザインがそうだよ。なんか車描いてた。今気づいたけど。でかい嵐でもあったかな。うわ、地滑りだって。なんかやばそう。結構やばいな。クマも出るし、地滑りも起こるし、最悪だな。多分普通にこっち道行けばいいんでしょ、ここの、あれ。ショーン、見て。あ？ひどい。みんな触んねえ、てめえ、おい。触んねえ、絶対、お前。ああ、最悪。こんなの見たくなかった。ほんとだよ。行くぞ、ダニエル。もういいから。気づくな、そういうものに。かわいそうだよ。ああ。そうだな、ダニエル。かわいそうだ、言う割に離れとるやないか、お前。これは？金払うやつなんかいないよ。ああ、駐車場。でもこれだ、こんなとこにあるキャンプ場、確かにな。ちょっと荒れてそうだよな、普通に。はあ、電波もないんだぜ。ほんとだ。救助が必要だったら電話かけないといけないの、国立公園で。それ国立公園でして成り立ってるか。ダニエル、この印見てみろよ。何なの、これ。落書き？そう思うかもね。ちょっと違う。これはマーキング。よし、知ってんね。昔の人が目印につけたんだ。うん、 GPS みたいの。おお、そうだな。もっとアナログだけど。すごいや、辿っていこうよ。その例え、お前賢いな。やっぱダニエル賢いわ。8歳の頃父さんがいてくれたら。ちょ、読み方を教わったって言ってよ。なんて考えるのは予想。行こうか。自分で何とかしなきゃ。うん、どうした。キャンプするんでしょ。もう行くぞ。暗くなってきた。日が暮れる。かぶっとる、お前ら声が。なあ、ちょ、イベント重なりすぎてて声かぶっとるんだけど。あ、見逃さないよ。深いな、ピカソ君。なんだこれ、なんて書いてる。 You tas me tas my。 あれかな、少なくともセクシー関係なのはわかる。けど、誰もこんなの読まねえんだな。ゴミ箱ではありません。な、こういうところのゴミ箱、トイレはな。ダニエル、トイレへ行っとくか。いい。すっごく臭いし。あのな、いいから今行っとけよ。やだってば。森でいいじゃん。その辺でしてもいい？
だって森でよくね？ いや、こんなこと言ったらちょっとあれだけどさ、よくないよ、よくないけどさ、いや、ここまで森だったらもうよくない？どう？みんなどう思う？俺はもうここまで森だったらいいと思う。それじゃ、後で一人で行けよ。赤ん坊扱いしないで。ここまで森でここまで人いなかったらいいんじゃないかなって思うんだけどな。もう無法地帯でしょ。ショーン、ん？ここの木超でかいね。ああ、光を浴びるためだ。その走おりか抜げけでながら言うのやめろ雨や、お宿り前。には困らない。もしもだけどさ、うん。あの木が襲ってきたら？まあ、結構でかいな。なんこれ。ファンタジー映画か？なあ、父さんとファンタ父ジさー映んっ画てたく言うさなん見よ。ただろう。これは本物の冒険だ。すげえ。仲間は俺。めっちゃ自然じゃん。じゃあ僕怪しくがフロドで、ない？何？ショーンはサム？いや、そこはアラゴルンでよくね？アラゴルンで。ほら、勇敢だし、強いし、イケメンだし。全然違うよ。ショーンはサム。秘密の洞窟を見つけて、オークから隠れなきゃ。わかったわかった。サムでいいよ。ごめんな、なんか俺が。お先にどうぞ、フロド様。俺についてくるから、なんか、バグってんじゃん。ここ超広いね。ああ、結構すごいな。お前ら結構喋るな。もう俺、ほ何やら。ら状況分かってなさそうだ。喋る隙間ねえもん。ほら、今は本当のことを話せない。無理だろ。父さんはいつも行き先を分かってた。まるで歩くコンパスだ。どうした？なんか見つけた？は？なんて書いてあるの？ん？ 3。右行けって。あ、そうなんだ。へえ。行くぞ。ダニエル。前来て。めっちゃ前行きたいな。あ、ピクニックエリアだったよ。ねえ、どこ行くの？こんなとこで何してんだろう。川はもうちょい先か。ええー。探検してみよあ、でも、こっちの木にも書いて、でも、ここ抜けたくない？これ。めちゃくちゃ抜けたくない？これね。右側行きたくないんだけど。絶対こっちの方がおもろくない？ほら、あそこベンチあるしさ。下がった方がいいのかな？まあいいでしょう、別に。見渡さあ、せるお範囲だ兄し。さん、探検に行こうよ。ああ。探検中だよ、今でも俺らだいぶ。手見つ持けちた。も少ないし、何よりマシ俺のがか。先に見つけちゃってんだけど、見つけちゃってる。ダニエル？待ってて。待ってろ、今行く。来てる。来てるよ。ちゃんと調べないとね、知識があるんであればね。お前が食うんかーい。毒味かーい。大丈夫、食えよ。毒味かーい。結構でかいな。めっちゃ食うやん。めっちゃ食うやん。腹減ってたんかな。めっちゃなってんな、てか。どう、うまい？ちょ、感想聞かせて。ちょっと、二人だけの世界に入らないで。俺にも聞かせてよ。ダニエル？これ、ダニエルあれかな？俺が進まないと進まないのかな？ピクニックエリア見ようぜ、ピクニック。まあちょっとね、ちょっと疲れたでしょ。そんな歩いてないけど。あ、これは？手持ちも少ないし、シュダ何ニエよルりがマよかっシた。か。あ、これダニエルマーキングなんだ。ダニエルに照準あるもの、これ。ほら。あ、その木の実興味ないの。これでも。まあでもいいか。ショーン食いたくないならいいや。それゾンビだろう。エイトマンゲイン。人類を食すってことか。人類を食す。なお動物は食わない。っていうことか。悪くない。は？食ってんじゃねえてめえ、おい。俺のいないとこで食うんじゃねえ、お前、おい。調べさせろ、ちゃんと。あ、一緒だな。毎回ちゃんと食うのやめろよ。
毎回ちゃんとスーツ吹くのやめろよ、お前。面白いから。もういいだろう。そんなお腹いっぱい食うもんじゃないだろう。キャットフード。まだそこまでは飢えてない。まあな。バカみたい。何が？ずれてんだよ、ダニエル。俺が見た後見んなよ。ダニエル遅いんよ。2回見ないといけないんだよ、俺。そしたら、あ、お、フロドが秘密の伝言残してるかも。あ、それをよう見つけたな、お前。それ見つけられなかったぞ。何これ、何これ。あ、これ違うな。くだらない落書きしないで。ファッキュー。ん？どうした？お願い、食べていい？もう食ったじゃん、さっき。待ってて。待ってろ。今行く。新しいやつか。さ、食って調べるのやめようぜ。なあ。お。おい、食べるんじゃない。やめとけ。うん、わかった。お、いいね。これいいんじゃない？これ。調べるってっきりなんか、スマホか、まあ、さっきね、こう見たらわかるんだけど、まあ、充電ないんだけど、てっきりスマホかなと思ったんだけど、食って調べんだな。原始的だな。俺たちがいる間は何もなきゃいいけど。な。ねえ、ショーン、見て。なになになに。動物人はちょっとまだ見ていい。まだ見なくていい。本当に誰かに見つかったらどうする。 No fucking ファン。ドラッグ禁止、ポイ捨て禁止、狩猟禁止。ドラッグ禁止って何？いるのこれ、注意書き。キャンプ場に？父さん、こういうとこ連れてきてくれたな。どうした？ピクニックとハイキングか。ま、もう誰もピクニックに来ないだろう。好都合だよ。あ、じゃあ本当昔は国立公園だったって感じなのか。キャンプ禁止？嘘。心配すんな、見つかりはしないさ。結構いいとこなのにね。動物には手を出さないでください。え、どんな動物？クマとかコヨーテとか、それかリスとかウサギだ。じゃなくてリスとかウサギとかのおとなしいやつだ。そうだ、手出すなよ、手出すなよ。邪魔さえしなきゃ問題ない。むしろ向こうのがビビってる。でも怒ってたり、腹ペコだったら。そんぐらいにしとけよ。一人で怖がんな。行こう。さっきからさ、あの成分の時にさ、ちっちゃい狼が光ってんじゃん。俺はダニエル側の選択肢を選んだってことかな。禁止事項だ。いいな。なんだか、ここ嫌いだな。でもよかったね。なんかダニエル割と賢い子でよかったよね。なんか、この年齢にしては賢いよな。多分普通に。そう座るん？ああ、よかったよかった。ダニエルも来な、ダニエルも。くそ。ヘトヘトだ。水分大丈夫か、お前ら。一体どこに向かってるんだ。この先どうすればいいんだろう。まあまあ、そうだよな。何が起きたんだかわかんねえ。警官と、ダニエルに。父さん、なんで。あれ見て。よかった、立たなくて。進んでた。よかった。すっごいね。お前が景色見て興奮するなんてな。だってこんなすごいの見たことないもん。生まれて初めて。まあ確かにでかい川だな。お前はそうか。俺は前に父さんと。全部つながるじゃん。お父さんがいればな。そりゃどうも。俺だけじゃ不満か？うん、そうじゃなくて、ただ家族みんなでいたいなって。お家でピザとアイス食べながら映画見てのんびりしたい。おい、やめろよ。父さんには後で会える。元気出せ。二人っきりってのもたまにはいいだろう。うん、二人っきりってことは好き放題できるだな。そんじゃ秘密基地作ろうぜ。夜はそこで過ごせ。どうだ？フロドはいつでも旅立てるよ、ショーン・ワイズ。
そう、ダニエルには言ってないもんな、父さんが亡くなったとは。行こうか。隠してっからな、やっぱショーンは思い返すたびにちょっとなんかさ、危ねえぞお前、おい、おもうシャレならんからなこれ、なんかやっほーみんなー、反響してる、いや、やっほー、おおおか、自分勝手かよお前、おい、ちょっと行こう行こう、ダニエル、ちょっとダニエル多分これあれだな、俺のルートに従ってきてるから、ダニエル行く、ダニエル、さっさ行こう、ここはあんまりね道草食ってるとね、カロリーゲージとかないよね、カロリーゲージとか、カロリーゲージだったらやばいんだよな。ん、あ、ここら辺は野原が広がってんだな。じゃあ右側行ってみるか、さっき右に行けって言われてたから。あ、チョコクリスプすっごい食べたい、甘いんじゃねえ、店にいっぱいありますように。こっちか、右に行けだもんな。ん、右に行け、あー繋がってる感じか。でここ繋がってて、なんかあんのかな、こらえにも一応見ておきたいよな、せっかく来たんだし。なんもねえか、ダニエル行っちゃってんな先に。あ、結局でも繋がってんじゃん、なんか最終的にあそこの平原に。これ直線一本があれか、まさかまだ覚えてたなんてな。一本は直進ってことかな。お、これパズルゲームのブロックみたい。いやいや、最初見たやん入り口で見たやんお前。ダニエル行こう、ダニエル時間ないから、結構ほらもうほら3時か4時ぐらいでしょこれ多分今。ダニエル行く、ダニエル、やっぱ寝ることで忘れるものもあるから。あ、かくれんぼしようよ、何、僕が勝つけどね、ここでいいよ、やってやんよ。じゃあ10秒以内に隠れろ、あんまカロリー使いたくないけどな。隠れるからあっち向いてて、見ちゃダメだよ。1、ちょっとズルしないでよ。ズルしたなお前。あ、ズルはダメだよ。1、2、3、お前どっか行くんじゃないよお前、これ悲劇の悲劇起きない、大丈夫。5、6、7、見えるぞ、おいおい、8、おい見えるぞカメラで、10、あ、足行くぞ。ただね、俺分かってんだよ、声が後ろに遠ざかっ、よし、どこに行った、これ後ろに遠ざかってんの聞こえたからな、言っとくけど、ここででも隠れもそっちリスキーだな、これ迷子なりがちだぞこういうとこ、大丈夫か、 うっかりいいさって言っちゃったけど。さてどこにいそうかな。あ、ダニエル呼ぶ、できる、ダニエルをさ楽しませようと思ってさ選んだけど、これシャレならんかな、ミスしたかなこれ。こっち側に声がね遠ざかっていくのを俺は聞こえてましたから、甘いんじゃないぞ、ちゃんとイヤホンつけてやってんだからな残念ダニエル。ダニエルの隠れそうなとこくらいすぐにわかるさ。おお、ダニエル見っけ、こっちに気づいてない。え、どこにいた、は、え、ダニエルどこいた今、ガサガサしてたな、でもガサガサいやちょっとさ、ダニエルもうちょっとさあるじゃん、やり方がさ、ねえ、ダニエルもうちょっとさやり方あったじゃん、ダニエル見つけたぞこのまま見つからないかと思った、ちょっとでっかい森だからな、微笑ましいな、かくれんぼにぴったりだね、シャレならんぞ、この広さでかくれんぼしたらシャレならんからな、この範囲だったからまだ微笑ましいけど、このキャンプ場全体だったらシャレならんぞお前普通に行方不明になるわ、お腹空かせてないといいけど、まあなあ、まあでもこんだけ自然があったらまあある程度は食物連鎖できてんじゃないの普通に。
まあね、このキャンプ場人間食ってたわけじゃないだろうから。くそ。どこにいんのか見当もつかねえ。え？どうすんだ。何が？これまあ、ダニエル繋がってるの、これまさか、まさかと思うけど。まさかな。そんな不適はないだろう。意味なんて誰も知らないだろうな。そうだな。なんて書いてあるの？まっすぐだって。何回目だよ。やった。おい、ちょっと待って。木の地図でしょ。アライグマ。あ、本当だ、いる。何回あの直線に触れんだよ、お前。ダニエル、静かにして。ダニエル、こっち来いよ。何？何？静かに、逃げちゃうぞ。わあ、アライグマだ。いいね、超かわいいね。引っかきに来なきゃな。行こうぜ。右が声すんだけど。イヤホンつけてるから聞こえてるからな、お前。どこに音がいるか足音判断に判断すっかな、お前。おい、スピーカーでやってないかな、俺は。もし、てか暗かったね。このアライグマの家族が道路にいたやつだったら。おい、そんなこと考えるな。そうだ、兄弟だったかもしれない。考えんじゃない、僕らみたいに。おい、悲しいね。ちょっと、こっから決まりじゃない。おいおい、気にするな。ここは道しるべないぞ。てか、やばい、暗くなってんだけど、だいぶ。あれ、道しるべないぞ。あ、あっちなんな。こっちは、あ、こっちでも川にくっつ、ねえ、川に繋がって。そうだね。今行く。まあ、川行くか、とりあえず。じゃあ、いや、今行くってこすな、お前。今行くって言ってこすやついないぞ。ちょっと暗くなったの気になるな。あ、これ普通に、でも、森に隠れてるだけか。この木、超でかい。ほんとだ。気ぃつけや。助ける。あ、超えられないか。手伝ってやるよ。離さないでよね。そんなことしねえよ。やった。ほら。ああ、いいお兄ちゃんだ、ほんと。もう、ますます思うよな、毎回毎回見るたびに。ほんといいお兄ちゃんだわ。なんで誰もいないんだろう。ねえ。10月だし。もうシーズンじゃない。そういうこともあんのか。じゃあなんで来たの？俺たちは強いから関係ないの。そうだね。あ、いっぱいあるよ。廃れてんじゃなくて、これシーズンじゃないからか。お願い、食べていい？ダニエル、待っててくれ。待ってろ、今行く。どうせ待って、どうせ毒入ったらあれじゃない？食ったらダメじゃん、すでに。あ、それダメなんじゃない？そうだね。おい、食べるんじゃない、やめとけ。赤いやつダメだからな。分かった。こっちは手持ちも少ないし、ないよりマシか。これも赤いやつか。僕たちっていいコンビじゃない。あ、なんか返してよ、しょ、なんか返してあげなよ。ずっと歩きっぱなしだな。気をつけろ、ここ斜面。これ昨日どれくらい来たんだろう。昨日雨降ってたら危ないぞ、これ。気ぃつけろよ。ダニエル、ショーン、ダニエル&ショーン。ジャンプする。イエー。あ、じゃ来いよ、ダニエル。飛べるか、お前。どこ行った？ダニエル、こっち来い。ちょっと待って。あ、なんか見てたのかな、食べていいってイベント発生してたかな。もしかしたらそうかもしれないな。ダニエル、超えられるか。これ高すぎるよ。ねえお兄ちゃん、お願いだから下ろしてよ。かわいい、ダニエル。捕まれ。ふう、ありがとう。やっぱ賢いぐらいが一番かわいいな、子供って。ちょい賢いぐらいがやっぱ一番なんて言うんだろう、まあ、扱いやすいって言ったらちょっとあれだけどさ、可愛いわ。げえ、何これ。これはやめた方がいいって。クリッカーみたい、気持ち悪い。これなんだ、気持ち悪い。生物の授業聞いとけよかった。おやお。やめてよ。あ、クリッカー、それがクリッカー。どこ、これ
あっちかな。ダニエル、ダニエル、ダニエル、ちょっとダニエルどこ行ってんの。ダニエル、そっちから行けたの。おだ、ダニエル急に何かに取り憑かれたかのように、あれダニエル下っていったぞあいつ。うわー、びっくりした。あのな、下手すぎ、全然怖くねえぞ。俺はもうビビらなかったの。ショーンの顔見たもんね。ああまあ、ダニエルうまい な、 そうだな。ちょっとビビった、1秒くらい。見つけたぞ、食べちゃうぞ、ゾンビに逆らうな。俺の思いやりの心をお前踏みにじりやがって。お前ダニエル行くんじゃない、危ねえぞって思って行ったら、うめえなダニエル、やっぱり IQ 高えなあいつ。お、着いた。ショーン、暗くなってきたよ。そうだね、分かってる、急がな。いやいやいや、もう進みすぎやって。おお、はん、ホラー穴みたい。あんの。でもなんか怖い、うん、いや、むしろ好都合だぞ。ああ、ここで過ごせるね。どういうこと。雨しのげるしね。ここに泊まる。こんなとこで寝るの。バカ野郎、やだな。平気だって、ここ俺たちの秘密基地にしようぜ。やだ、うん、まあここならオークが襲ってきても大丈夫かな。あ、木防げるしね。よし、それならまずは火を起こしてみるか、どうだ。うん、いいね。土で寝るの嫌だな。でも、何したらいい。レジャーシートあんのかな。火を起こす、どっちだろう。まあ火を起こすかっていう話的なと、火を起こす準備確か大事だけど、秘密基地の強化って言った方が多分ダニエルは乗ってくるよな。火を起こすって作業がどれぐらい大事かなんだよな結局。まあでも日も暮れてないし、いやでも日が暮れる前に準備した方がいいか、木やらなんやらは。って考えると、秘密基地の強化の方が多分ダニエル喜ぶんだろうな。まあ、火を起こす準備は俺でもできるから、お前は秘密基地の強化しろ。じゃあ基地を作ってくれるか。どうだ、オークとかトロールとかいろいろ防げるやつ、その間俺は薪を取ってくる。まあな、いいな。うん、じゃあ罠も作る。お、作る作る。誰も近づけないぞ。おお、完璧だな。でしょ、まあ、これがやっぱね、まあ、兄としてダニエルを楽しませる方法よ。さて、中身出すか。ちょっと二人がさ、やっとだな。レジャーシートあんのか。レジャーシートってこれあれか、ブランケットか。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。靴でなんないバカ。靴気になるんだけど、そういうの。靴で乗ってたら意味ないだろ結局なあ。ああ、今行く。いやー兄ちゃん大変だなお前。お、燃やすってことではないか。見てなかった、ごめん。バッグ直したか地面に置いたか見てなかったわ。どれどれ、ん、ここが良さそう。だ、すまん、そうそう時間なんだダニエル。ダニエルすまんな、俺時間なんだダニエル、行かなきゃ俺。あ、必要なもの、んー、あ、これは見たな、多分。あ、これが森の中へか。ん？あ、これは今まで見てきたものが見れるのか。記念品、リュックカスタマイズ。リュックカスタマイズもある？旅立ち。アルカディビュー。あ、これ見たもんな。え、前回びっくりマーク消したけどな。なんかちょっと気になるんだけど。それとつけてない俺ってか、普通に。なんかリセットされて、あ、あれか、前回。
前回あの後つけたのかな、セーブした後に。もしかしたらアルカディベつけ、アルカディやべえ記念にね。やっぱアイキャンとスリープ、ちょっとシャレならんな。さすがにシャレならんわ。これは？え、これ、いやでも、これどうなんだ？もう手遅れかな？今ここっぽいもんな、なんかちょっとな。わ、手遅れかもな。うわー、悔しい。これはあれだ、前回見たけどあれなんだわ。多分、セーブ切っちゃったから。まあまあいいや。今回ここぐらいで終わるわ。じゃあ、あざした。